感謝状が贈呈されたのは佐賀市の木下静子さんと中山隆弘さんです。2人は今月7日の昼過ぎ、佐賀市高木瀬町のコンビニエンスストアにそれぞれ客として訪れた際、駐車場で62歳の男性が突然倒れたのを目撃し救命に当たりました。消防によりますと、男性は不整脈の持病があり、この時心肺が停止していましたが、2人が心臓マッサージや通報、駐車場の車の整理などを行い、一命を取り留めることができました。命に関わることなんで、すごく恐怖心が先に来るのも事実であって、逆にこうどうにかしないとっていうのはすごく感じました、はい。中山さんは子どもが通う小学校で救命対応の講義に参加した経験が役立ったと話していました。